ドラフトで8人の選手を獲得した中日ドラゴンズ。ドラフト前には様々な報道が出ており、いろいろな意見が出ていました。今回はその各報道について、どのような意図で発信していたのかについて改めて考えていきたいと思います。まず一つ目は、米村さんの篠木投手が大学生右腕で一番いいというコメントについてです。スポナビ限定アプリにて米村さんが発言していたコメントになります。愛工大の中村投手がいる状況での発言に様々な意見が出ていました。投稿主である私自身もかなり驚いたコメントです。このコメントを受けて、外れ1位で狙っているのではないかという噂もありましたが、逆に指名する気がないからこそのコメントであった可能性が大きいのかなというふうに感じています。昨年同じ特集で大阪桐蔭の前田投手がいるにもかかわらず、霞ヶ浦高校の木村投手を高校生投手で1番と評価しており、外れには残っていないとまでコメントをしていました。これについては、おそらく高校生投手というジャンルを1位指名するつもりがないからこその発言だったのではないでしょうか。木村投手を1位ないしは上位で指名するチームが出てきてくれればいいという思惑があったのではなかろうかと考えています。今回についても、狙いは即戦力左腕であったようで、右投手の評価を上げることで左腕を指名しやすくする思惑があったのではないでしょうか。続いて2点目、環太平洋大徳山投手上位リストアップ報道についてです。徳山投手は大学生左腕の中で富士大佐藤投手とともに金丸投手に続く評価を得ていた投手で、当日は楽天に2位で指名されました。記事の中では外れ1位候補となっていましたが、おそらく本当に指名の可能性はあったものと思われます。しかし本当に狙っていたのは、2位指名した吉田投手や阪神が外れ1位指名した井原投手といった社会人左腕であった可能性が高かったと思っていて、実際に当日の中スポの外れ1位候補は、篠木投手とこの社会人左腕の2人の名前が挙がっていました。そのため、同じ即戦力左腕というジャンルの徳山投手を他球団に指名してもらうことで、井原投手や吉田投手を指名しやすい状況を作りたかったものと予想しています。もちろん井原投手や吉田投手が消えていれば、徳山投手の指名もあったとは思われますが、少なくとも1位では、金丸、伊原、吉田のうち一人は欲しかったんじゃないかなというふうに思っています。続いて3点目、宮崎商業中村選手を上位リストアップ報道についてです。中村選手は今年の高校生候補の中でも屈指のショート守備力を誇る選手で、中日スカウト以外にソフトバンクスカウトもその守備力を高く評価しています。しかし打撃に課題があり、右打者ということもあるため補強ポイントではありますが、優先度は高くないジャンルの選手でした。そのため同じジャンルの高校生ショートの他の選手を狙っていたと考えています。実際に3位で同じ高校生ショートの森選手を指名しており、ショートではありますが長打力が魅力の選手で、ポジションもどちらかというとプロではサードメインになると思われます。また中村選手も育成1位で指名しており、上位でかは分かりませんが、実際に評価していたのは間違いなさそうです。映像を見る限りでは守備も打撃も未完成で、特に打撃はまだまだ時間がかかりそうな印象があります。しかし身体能力は凄まじく、特に肩は一級品で、ショートの深い打球というのもノーバンでアウトにしてしまうだけの肩を持っています。打撃がものになればすごい選手になりそうな期待感があり、育成1位指名としては理想的な選手だと思います。数年後には先輩たちを脅かす存在になってほしいところです。最後4点目、日本生命石井捕手2位指名もあるのではないかという報道についてです。石井選手は社会人ナンバーワン捕手とも言われていて、特に守備力に定評のある選手です。実際に石橋選手と競える同年代の即戦力捕手は補強ポイントであり、獲得したいところではありました。この報道については、同じく社会人捕手の野口選手を4位以下で指名するためのグラフかと思っていましたが、
打力が長所の石橋選手との共存を考えると、守備が安定している石井選手の方が適していそうだなというふうに、今となっては感じています。そのため、おそらく石井選手は3位か4位で指名したい思いが強かったとは思われるのですが、有力な即戦力左腕が残っていなかった場合には、2位で石井選手を繰り上げて指名するプランも実際にあったのではないでしょうか。中スポという大本営で情報を出しやすいとはいえ、ブラフばかりを載せてしまえば、記事の信憑性も疑われてしまうため、実現しそうな内容というのも混ぜて報道していたんじゃないかなというふうに考えています。逆に言うと、石井選手が3位、4位というところまで残っていたというのは、ラッキーだったということになるかなというふうにも思っています。はい。ということで最後結論ですが、しのぎ投手の大学生ナンバーワン右腕というコメントと中村選手の上位リストアップ報道については評価が高かったのは事実だと思われますが、本当の狙いは他の選手にあったのではないでしょうか。また、徳山投手の上位リストアップ報道と石井選手の2位指名もという報道については、実現する可能性というのはあったと思われますが、あくまでも第2、第3の選択肢であったのではないかと予想しました。結果的に全ての報道がブラフのような結果とはなりましたが、逆に言えばスカウトの思惑通りの理想的なドラフトができたことの裏返しであると感じています。結局のところ、井上監督が金丸選手のくじを当てたことから、理想通りのドラフトを実施できた可能性が高いと考えています。井上監督のくじ運に改めて感謝です。はい、最後までご視聴していただきありがとうございました。ここまで見てきたわけなんですが、先ほども言ったように、おそらく徳山投手の指名とか、あと石井選手の2位指名っていうところについては、結構現実的に可能性としてはあったんじゃないかなっていうふうに思ってます。それを井上監督のくじ運のおかげで、全ての記事がブラフのような形になったっていうのが、真実に近いんじゃないかなっていうふうに考えているので、本当に井上監督には感謝の気持ちしかないですよね。まあ、いずれにしても、去年までのドラフトとは中日スカウトの傾向っていうのが変わっていることは間違いなさそうなので、来年以降もドラフトがすごく楽しみだなっていうふうに感じてます。皆さんの意見っていうのもぜひコメント欄で教えてください。このチャンネルではこれからも中日ドラゴンズを中心にプロ野球に関する情報や考察の動画を上げていく予定です。少しでもいいと思ったらぜひいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。またご意見などお気軽にコメント欄に書き込んでください。それではご視聴ありがとうございました。失礼いたします。